松屋、リエモンのケ乱ラン松屋、リエモンのタバネ松屋リエモンは、江戸時代、筑前国博多の商人、及び代々その子孫が襲名する名称。名家、ケーランそうで知られる。2014年現在、13代松屋リエモンが、東大である。初代リエモンは、長崎の出島を訪れた際、ポルトガルからト来した、南蛮菓子、ファイスデオボスの製法を学び、 これを、鶏卵そうめんと名付けて、1673年に、博多で製造を開始した。遠方年間に、福岡藩主の黒田光之に、鶏卵そうめんを献上して、黒田藩御用菓子となった。十一大リエモンは、博多の茶人が、京都の家元を招いた際、鶏卵そうめんを茶席で使えるように、束ねを考案した。東大リエモンは現在、福岡桜坂で、 松屋リエモ門工房を運営する。初代から子孫代々受け継いできた、ランそうめんと束ねのみに特化し、機械などに頼らず職人の手だけで作るスタイルを貫いており、生産数は極めて少ない。2014年1月時点で、楽天市場や福岡空港ターミナルなどで販売されている。ありがとうございます。